クリスマスツリーの発祥の地と言われるフランス・ストラスブールで400年以上続くクリスマス市が今日から東京国際フォーラムにお目見えしました。クリスマス市はクリスマスを前に飾り物などを売る市のことで、440年の歴史を持つフランス最古の市が海外で再現されるのは今回が初めてです。会場にはクリスマス飾りやこの時期だけ出回るクリスマスビールなど現地ならではの商品を売るお店9店舗が並び、ストラスブールからは10人以上の専門の職人がやってきました。初日の今日はストラスブールのリース市長が伝統のしきたり通り全てのお店に激励の言葉をかけて回り、市がスタート。扱う商品の中にはもみの木から抽出されたもみの木蜂蜜など現地でしか買えない珍しいものもあります。C'est absolument unique. Pour nous, c'est une grande opportunité de connaître et de transmettre et de pouvoir éventuellement prendre contact avec des apiculteurs japonais. C'est ce que nous souhaiterions faire. また、フランスから来た職人が都内の工場を借りて自ら焼いたという本場のフランスパンの店には長い行列ができていました。ストラスブールに行ったことがあるので、なんかこれイベントがあるというので来てみました。雨が降ってなかったらもっと良かったなと思いますけど、でもこの雰囲気というか、はい、すごく素敵だと思います。クリスマス市マルシェ・ド・ノエルは25日まで東京国際フォーラムで行われています。